175丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番外線の駅である。マンハッタン区、アッパーマンハッタンワシントンハイツの175丁目と、フォートワシントンアベニューの交差点に位置し、A 系統が終日停車する。また、付近のバスターミナルの名を取り175丁目、ジョージ・ワシントン・ブリッジ・バスターミナル駅とも呼ばれる。 175丁目にある石像の階段駅は1932年9月10日に、開業、島式ホーム1面と2線を備えた1面2線の駅で、ホーム上の柱は他の駅のように2列ずつではなく、ホーム中心に1列で並んでいる。この駅のタイルワークは平野であるが、南北隣駅にある茶色のタイルはない。駅から地下通路で、ジョージ・ワシントン・ブリッジバス停につながっている。 この通路はニューヨークニュージャージー港湾公社により管理されており、駅の改札外からアクセスが可能であるが短い、階段を通過する必要があるため車椅子ではアクセスできない。トンネルは午前1時から午前5時までは閉鎖されている。駅の東には C 系統の車両の留置に使用される174丁目車両基地が隣接している。 駅は2015から2019またキャピタルプログラムの一環として改装される予定である。駅には175丁目と177丁目の2カ所に改札口があり、どちらも終日開いている。駅は車椅子でもホームまでアクセスが可能で、エレベーターは177丁目北東の出入り口から、改札外と改札外からホームへの2機が設置されている。 エレベーターは1990年代に障害を持つアメリカ人法に準拠し設置され地下鉄内で最も古いエレベーターの一つでもある。このほか、駅の南端には西174丁目と法トワシントンアベニューの交差点南東に繋がっていた閉鎖された通路がある。駅近くのジョージ・ワシントン・ブリッジバス停にはまたリージョナルバス・オペレーションズの10路線と 様々な週刊連絡バスが発着している。ありがとうございます。